はい、森永製菓イントレーニングラボに潜入します。まず一番大事なのはスペースなんで、アブ電源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 アブ電例えばケーブルマッシュなんですけど、あの重量を持つと重りが下にしかかからない。あ、そうですね、はい、ケーブルを使えばいろんな方向に負荷をかけられるので、はいはい、これであの競技の動作に負荷をかけて重りを変えるんですけど、空気の油圧で重りをかけているんで、普通こうプレート式だと引っ張るとプレートが持ち上がってガチャンってなりますよね、はい、なっちゃうんですけど、これはそうならないんでスピードトレーニングがこれでできるのと、あとは自分がどれぐらいのパワー出してるかっていうのが分かるので、はい、今ここにパワーの最大値があります。重量が12キロかかってて、それをグッとあるスピードでやると、まあ、427キロですっていう。なるほど、もうじゃ完全にこう油圧したこれデジタルで今の負荷が、そうなんです、出るんです、ね、そうなんで、これでじゃあ今日は1200目指せとか1500目指せみたいなとか、あとは10回って言ったら1300切ったらもうそこで終わりみたいな。確かに重い、確かに柔道の選手とかもね、引いたりとかって角度があれですよね、はい、別に上から下だけじゃないですもんね。そうなんですよ、うん、こういうのを活用してトレーニングしてます。え、重いですか？ちょっと今ね、12.8kg、はい、全然引けるとは思います。え、普通に、はい、片手です。片手引いてみてえ、これ測定不能だったって感じですか？これはですね、これがマックスに対して今 30% なんで120ぐらいが出たみたいな。ちょっともうちょっと詳しく もう一回やりますか？50%。え、結構、え、あの、鍛えてた人がいる。鍛えてないけどね、鍛えてたから。そんな、これ、引っ張る。はい。おお、更新しました、マックス。そうですね、はい、マックス更新しました。さやちゃんも行きますか？いや、どうぞに引っ張ってますね。これ、そうそうそう。行きます。あ、でも、それでも720、そう、720キロに対しての40%だから結構、え、重たいですよ、重たい、重いですね、重いですね、はい、でもこれをだから10回1セットみたいな感じでやってたりするわけですよね、はい、で、これを90切ったらダメだぞみたいな指導して、あ、なるほど、常にだから 100に近いのをずっと出し続ける。しかも右がマックスだからどんどん更新されてくる。そうなんですよ、そうなんです。選手を手抜かせないっていう出ちゃいますもんね。そうですね、バレますよね、バレますよね、なんか現役の時これあったらちょっと本当にそうですね、サボれない、相当追い込まれてるよね、はい、いかにちょっとサボれるかみたいなそう、みんな考えますよね、これもうどうしようもないですそうなんです、なるほど、確かに強制的に追い込んでます、ね、いや今いろいろといろんな機材というかご紹介いただきましたけど、これ選手がいろんな悩みあったりするわけじゃないですか、はい、こういう悩みに対してこれ どういうふうに機材を選んでいくみたいなアドバイスされるんですか？そうですね、はい、あの昔はそれこそ力をつければいいとか、はい、スピードが速くなればいいみたいな感じだったんですけど、だんだんトレーニングも進化してきて、はいはい、競技動作をしっかり鍛えなきゃダメだっていうふうになってきてるんですよ、はい、なんで競技の動作の時にどういう負荷がかかるかをトレーナーとして、まあ分析して、それによってケーブルがいいよねとか、あ、この時はバランスが大事だよねみたいなのを、まあ、絞りながら器具を選んでいくって感じです、ね、なるほどなるほど、じゃあもうその競技の特性自体をちゃんとトレーナーさん自身も、はい、そうです、理解しないとそうなんです、アドバイスできないってことですね。そうなんですよ、はい、でそれぞれ選手によって手の足の長さも違うんで、はい、その手足の長さとかによっても多少変えながら負荷の形を変えながらトレーニングさせてます。じゃあもう担当するアスリートの方の競技については結構もう
それぞれのトレーナーさんというか、かなり勉強します。かなり勉強する感じですか。かなり勉強します、ね。なるほど、ね。同じ筋力のかけ方とかでもいろんな種類があると思うんですけど、それは結局つく筋力は一緒だったりはしないんですか。やっぱ機器によって全然変わってくるもの。全然違う筋肉がつきます。で、なるべく僕らは1個しか使わないというのは避けてるんですよ。いろんな負荷をかけて、いろんな状況に対応できるような筋肉にしておきたいので、もうとにかくいろんなマシンを使いながらトレーニングしてます。例えばじゃあ引く力みたいなものも別に、はい。これだけじゃなくて、じゃないですってことですか、ね。はい、何でも何でもやりますね。昔はなんかそれこそスクワットってこういう動きが良かったんですよってやるんですけど、はい、それをちょっとじゃあ足の位置変えてみようかとか、片足やろうか開いてやろうかみたいなのをやったりしますし、ケーブルで引っ張りながらやろうかとか、ゴムでちょっといじめながらとか、ちょっと押してみたりとか、いろんなことさせながら。あ、そうなんですか、はい。スクワットしてる間に押され、押されるんです、はい。でも昔はそれって危ねえからやめろみたいな感じに なりましたけど、はい、逆にそれであれですか、体幹も一緒に鍛えちゃうみたいな。そうです、そうです。競技の時にこの重りしかかからないっていう状況はありえないですね、スポーツの中では。あ、そうですね、はい、そういう競技だったら分かりますけどね、はい、スクワットっていう競技だったらもうそれしかかからないですけど。そうなんです。なんでアスリートの、まあ、競技の特性を見ながら、はい、負荷を変えてます。例えばじゃあ野球とかだったら動作とかはここでは教えずに、基本的には筋力に関してっていうか、いいえ、動作も一緒にやります。はい、選手がやりたいピッチングフォームを僕らが分析をして、その時にどういう負荷がかかるからここではこういうトレーニングしましょうという感じで、エクササイズも作っちゃいます。あ、それはどの競技、はい、どの競技でも一緒です。メカニックスみたいなところまでここでやるってこと。全部やる。すごい。それってもうある種あれですよね、そのトレーニング方法だけじゃなくて、体の構造とか骨格とか、はいはい、そういったことまで知識としてないと、はい、そうですね、アドバイスできないですね。できないです、はい、僕らも運動力学に精通してるので、運動力学でどうなるかっていうのを。じゃあ皆さんここにいる方々は、はい、そうちょうどお聞きしようと思ってたんですけど、はい、トレーナーっていう役職じゃなくて、はい、パフォーマンススペシャリストっていう、そうなんですよ、はい、役職っていうのがすごく印象的だったんですけど、はいはい、そういったこともやっぱり勉強している方が揃ってる。そうです、うん、もう選手のパフォーマンスを上げることを前提として、うん、区切りをつけずにやろうということで、そういう名前にしました。大体 ね、トレーナーさんみたいな感じで、そうです、体だけとか割と動作は動作みたいな結構イメージ、ウェイトは自分でやるみたいなところとか結構多いじゃないですか、ね、だから全部やるってすごいですね。そうです、でもそれが一番良さそうですよ。そうなんですよね、選手の納得感もやっぱり違うんですよね、うん、自分 その例えば投球フォームをそのまま鍛えていくので、うん、直結しやすいですし、もうトレーニングしてたらすぐ効果を感じてもらえるので、か、はい、だから僕らとしてはいいかなと思ってます。それは野球とか、まあメジャーなスポーツだけじゃなくてすごいマイナーなスポーツやります。僕経験だとスキージャンプもやったし、フィギュアスケートとかフェンシングとかそういう競技もやってきてるので、はい、それぞれごとに競技を分析したり、はい、分析します、はい、そうです。あとはもう選手の感覚がそれぞれなので、この選手だったらこういう感覚とか、この選手だったらこういう感覚っていうのを聞きながらアレンジしながら、はい、やってますね。ちなみに担当した選手を教えていただいて、槙野さん担当された選手、はい、そうですね、皆さんも知ってる名前でいくとフィギュアスケートの浅田真央さん、はい、スキージャンプは高梨沙羅選手、フェンシングは太田雄貴選手、はいはいはい、野球系だと前田健太選手、はいはい、メジャーリーガー、はい、あと柔道最近東京でメダル取りましたけど高藤直寿っていう軽量級の選手、みんなメダリストですね、はい、担当してきました。世界チャンピオンとかメダリストだらけ、はい、全員なんかテレビの中の大、ね、スターですから、ね、そうね、皆さんもじゃあここでトレーニング、そうです、はい、ここでもやってますし、あとは僕が現地に赴いてる時もあって、ああスキージャンプとかフィギュアスケートはやっぱりリンクがあったりジャンプ台がないとできないんで、そういう選手たちは僕が現地に行ってトレーニング指導してってやってます。活躍の陰には槙野さんが、いえいえ、実はね、あのプレー見てこっちは、ね、感動してる方ですからね。
僕はほっとしてる方ですね。そうです、よかったと思います。そんな感じになりますね。運動力学だと他の競技とかでもやっぱ共通してくるところあるんですか？あります、あります。形がやっぱり力学的には同じになってくるんですよ。あとはそこに個性があって、どうしてもここは譲りたくないとか、ここはじゃあ直せますみたいなのがその選手によって違うので、それはまあこっちも許容しながら、この選手だったらこういう形にしようっていうのを決めていく感じですね。たくさんの競技やってるといろんな引き出しがあって。そうなんですよ。いいですよね。そうなんですよ。だからそれがうちらの僕らのメリットでもありますね。そっか、この競技のノウハウが実はこっちにも生きるかもしれない。そうなんですよ。そうなんですよ。だから横断的にやってるとそういうメリットもあるわけですね。そうなんです。この選手ここ鍛えてよかったからここでも応用できるとか。そうなんです。同じような悩みが出てくる時あるんですよね。その時にあこういうエクササイズやったなみたいなのを出してやらせてみたら、それがハマったりってこともあるんで、実際ここでその別の競技のアスリート同士で合同で練習したりとかってあるんですか？あります。ちょうどこう夏の競技がオフになる時期って決まっていて、はいはい、その時はちょっと僕の予約が埋まってしまうのでもうごめんここ2人同士でお願いみたいな。そうするとプロ野球選手と柔道のオリンピック選手が同じ時間にトレーニングして、お互いにすげえとか言いながらちょっとモチベーションを高め合いながら、ね、そうだよね。豪華すぎて柔道と野球のね、ちょうど組み合わせがでもすごい高度なレベルで話してるのとかも。そうなんですよ。意外と選手同士も会話してて、あれどうなんですか、ああなんですかみたいな話が意外とお互い刺激になって勉強になって、この筋肉鍛えたいですかって時にいろんな。そうなんです。そうです。技術的な話も結構して、野球選手だったら投げ方、あのボールどうやって投げていいんですかみたいな話もここでやって、あやってみようなんつって、はい、そういう話もあるんで、そういう意味ではこういうところは選手にとってはすごくいい刺激になっていると思います。そうですよね。自分たちのチームのトレーニング設備もあると思いますけど、はいはい、そうなんですよ。それだけだとそれ得られないですよね。そうなんです。柔道やってる時他の部と一緒に練習したりもしてたの？他の部と一緒に練習はしてないですけど、同じウェイト室で他の部が頑張ってる姿とか見るぐらいだったんで、一緒に合同っていうのはなかった。そうですよね。それはトップのレベルがここで実現できてる。そう、世界トップ。そう、そうなんですよ。お互いこう知り合いになると、あそこで勝ったとか、あの選手勝ちましたねとか、あ金メダル取りましたねなんて話が出るのが、また他の選手のモチベーションアップにもつながったりして。なるほど、はい、互いに刺激し合いながら切磋琢磨してるわけですね、はい、このチームとして。そうなんですよ、はい、それがすごくいいなと僕は思ってますね。やっぱ教えてた選手とか見てた選手がやっぱこう変わっていく姿って見てて面白いですか？そうですね。僕はもう勝ってくれないと困るっていうか、どんなに過程が良くても最後負けちゃったら、それまでの過程がダメだってことになっちゃうんですね、僕らの仕事って。だからもうとにかく勝ってやっとホッとするみたいな。なるほど。 そこはもうじゃあ一緒になってもう試合見てる時とか、はい、もう戦ってますね。負けるともう即 LINE で試合の分析が始まって、どうだったのみたいな、俺こう見えたぞみたいな、じゃあ来週までにこれやっとこうぜみたいなんで、はい、次のトレーニングを決めるみたいな。そんな試合の裏側がそんな、なんて話し合いがあったなんて。そうなんですよ。意外と緻密で、はい、細かいことまで相談しながら。ここは良くなかったとか。そうです。大体うまくいかない時に、まあ、選手が自分で感覚的に分かっていることって合ってる時もあるし全然違う時もあるので、それをまあ僕らが外から見てこう見えてたぞっていうのとすり合わせながら、じゃあどこが問題だって決めてトレーニングするかっていう感じですね、次の試合に向けて。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。その会話も聞いてたいよね、隣で。なんかどそのやり取りね。でも LINE とか見たいみたいな。ここあったのか。そうなんです。裏話ね。スポーツが好きな人も嫌いな人も今すぐチャンネル登録をするのだ。